内藤正豊は、戦国時代の武将、武田氏の家臣で武田四天皇の一人、内藤正豊の名で伝わるが、1977年に、服部晴則春は、正しい実名は、内藤正秀であると指摘している。武田三大軍記によれば、大英二年、武田信虎の重臣、工藤虎ゆたの次男として生まれたという、父、下草守の辞席は不明であるが、永正五年に、 武田信虎に反乱して敗北し、軍内地方の小山田平蔵と共に、伊豆国にら山の伊勢総封を頼って逃れた人物に、工藤殿がおり、これが、下佐守に相当するとも考えられている。初見資料は、A62 年6月12日で、工藤現在門隊員を名乗り、信玄の側近として活動していることが確認される。A66 年頃から A613 年頃まで、 信濃国国福市城を守備している。公用軍艦によれば、a 六四年の第四次川中島の戦いでは本隊に所属し、上杉軍の背後を襲う最助産別動隊の大将として活躍したという、a 六九年までに信濃国国福市城の城代を務める。武田氏は西上の進行を行い、同 a 六九年9月に美濃和城を攻略し、a 六十年3月に、 白井城を攻略し、西上野を両国化する。正秀は、A69 年頃から、五漢氏など、上野国州の取り次ぎを務めている。美濃和城代は、A69 年から翌 A60 年まで、春日ガトラツナ、サナダユによる財番で、A61 年から a 6十2年には、あさりノブタが務めている。アサリノブは、a 6 2年10月6日の三瀬峠の、 戦いにおいて戦死したため、正秀は、信種の後任として、A63 年から元気元年4月頃までに、美濃和城代となり、長篠合戦で戦死する天正を3年まで務めている。なお、三瀬峠合戦で正秀は小児正が隊を率いて、自軍の補給を支えたという、A60 年8月12日の時点では、工藤現在文城正秀を名乗っている。秀は、 永6十二年八月二十六日の時点で、内藤修理介を名乗っており、断絶していた武田家普代の内藤家の名跡を継承し、内藤生に改め、同時に修理介を名乗ったと考えられている。正秀は、永6十三年四月三日付、武田信玄書上において、内藤修理介を称していることが確認され、同月十日には、美濃和状大着任が確認される。このため、 内藤改正は、美濃和城大就任に伴うものであったとも、考えられている。元期2年12月には、越後上杉氏から、上杉家臣、北条高博、経過を通じて、同盟の申し出があり、この頃武田氏は、北条宇治政と交渉同盟を結んでいたため、正秀は、信玄側近の後部正氏と協議し、これを知りけている。元気4年4月に、信玄が死去した後は、 この勝頼に仕えた、天正3年5月21日の長篠の戦いでは、原政種、山形正影と共に左翼に配置され、西上の国衆を相つぶさにしていたと考えられている。紅葉軍艦によれば、内藤隊は小田軍本隊と戦い、また、本岳武功機機垣によれば、本田忠勝と戦ったとしているが、不明。紅葉軍艦によれば、 武田勢が敗退する中、正秀は、馬場信春と共に、勝頼を、戦場から逃すため踏みとどまり、徳川家臣、朝日奈康氏勝ちにより打ち取られたという、去年54、なお、小山田多門書伝隊羅星を山田主経営ずうつし、後乱期によれば正秀は、長篠の合戦以前に、山和守に解消していることが確認される。死後、内藤正月が家督を継いだ。 実施説もあるが、一方では、正月は、星名正都氏の三男で養子であるとも、その他、内藤種継や内藤正広もいたらしいが、詳しい功績は伝わっていない。歴史学者、内藤古南は、内藤正豊の子孫を自称、藤原南家、または、藤原北家秀里流内藤氏。名前の、豊の字は父、虎豊かから一字を取ったものである。ありがとうございます。